外房線に乗車しまして立山を目指していきます。立山はですね、房総半島のほぼほぼ南端のエリア。立山からはですね、野島崎灯台までバスでアクセスすることも可能ですね。ちなみに野島崎灯台は房総半島の一番南端にある灯台です。さて、しばらく乗車しまして立山駅に到着。奥房総のエリアに属しておりますこの立山、本当にですね、海が近くにありまして、海風をずっと感じながら観光することができるエリアです。こちらでですね、レンタサイクルを借りまして、今回はですね、自転車で様々な立山の観光スポットを回っていこうかなと思います。こちらのですね、駅の出口のすぐ近くに観光案内所がありまして、こちらでですね、電動レンタサイクルを借りることが可能です。さて、早速駅を出発しまして、まずはですね、沖ノ島海水浴場を目指していきます。この沖ノ島海水浴場は島なんですけれども、ただ砂浜で陸続きになっているというですね、ものになっておりまして、なかなかですね、ロケーションも素晴らしいので、一応ですね、観光情報をリサーチしていく過程で行ってみたいなと私が個人的に思いまして、今回ですね、訪れてみることにしました。まあ、せっかくなので、このですね、自転車を借りた時恒例のこのカゴの中にカメラを入れるやつ、ちょっとやってみましょう。本当にですね、まあ、しかもこのカゴはですね、結構網の網目っていうかな、それが太めになっているので、なのでこの景観よりもこの網目の方にしか目がいかないような、そういう映像になってしまいましたね。お見苦しいところ見せてしまって、なんかすいませんでした。さて、ここまで来ますと間もなく沖ノ島海水浴場といったところです。そしてもうちょっと漕いでいきまして、そして無事に沖ノ島海水浴場に到着。こちらですね、この海水浴場、そして砂浜、そして奥には無人島といったロケーション、このですね、島まで陸続きにつながっているロケーションがこの沖ノ島海水浴場の特徴です。早速ちょっと降りていこうかなと、そしてこの島へと向かっていこうかなと思います。まあ、この時はですね、9月のもう中旬に入っていた頃だったので、海水浴を楽しんでいる方はあまりいらっしゃらなかったんですけれども、単純に沖ノ島を訪れているという人はある程度はいましたね。あ、こちらはあれですね、私が海に来た時に必ず行う恒例行事でもあります海水タッチですね。海水浴をする予定でなくとも、少なくとも海水に触ることは絶対にしますね。まあ、目的といたしましては温度確認でしょうか。向こうにありますのは岩畳、とにかくですね、なんか歩き応えがありそうな、そういう島ですね。また天気がいいっていうのもまた良かったですね。立山は本当にこういったロケーションが多いので、でこういったロケーションは本当にもう曇天、まあ、さらに雨ですとなかなかですね、慣れてしまいますし、なんなら雨ですと特に海なんかも荒れますし、まあ、強風の時なんかなおさらそうですし、まあ、なので本当にですね、今日は晴れてよかった。キャンプをされている方なんかもいましたね。確かにここはキャンプにも良さそうな場所です。ものすごい海風が吹いています。本当にですね、髪の毛を整えていったとしても間違いなくぐちゃぐちゃになると思いますので、あまりですね、おしゃれに整えていったりとかはしない方がいいと思いますね。どうせ無駄ですからね。それだけですね、この海のこう力っていうかな、猛威っていうかな、そういったものをダイレクトに楽しむことができるのがこの沖ノ島海水浴場の特徴と言えますね。この辺りが岩畳です。まあ、歩きにくいところなんですけれども、まあ、こういったところを歩いてると、やはりこの海に来たんだなということを実感できますね。こういったところでなんか磯遊びするのもなかなか面白そう。向こうにはですね、たくさんの船があります。やはりこういうところから船があるところを見ると、なかなかですね、こういう港町っていうか、海のある町に来たんだなということを強く実感できます。本当にですね、この波が強いので、この岩がですね、浸食されている様子を確認することができるんですよね。ゴツゴツした岩がですね、たくさんのですね、なんかまるでサザリ石のように波打っている様子を確認することができます。こちらのベンチでちょっと一休憩、ロケーションも抜群です。再びですね、歩き出していこうかなと思います。とにかくロケーションがいいですね、この辺り。
夏の時期にこういうロケーションのところに行くことこそがいかにもですね、夏っていう感じの、そういう体験をより全面に楽しむことができるわけですね。ではここで沖ノ島について簡単に紹介をさせていただきます。先ほどですね、映しましたように、こちらの沖ノ島は現在陸続きの島となっているんですけれども、もともとこちらの島は陸続きの島ではなく普通の島だったようです。なぜこちらの島がですね、陸続きになったのかと言いますと、それはですね、地震による隆起が原因となっているそうです。で、その地震というのが関東大震災だそうです。こちらの関東大震災による隆起によりまして、島と陸の間にある地層が上昇いたしまして、でさらにその地層の上に砂が堆積していったことによって現在のような陸系統になったのだそうです。これはなかなかすごいですよね。こういうですね、自然の猛威が逆にですね、こういう面白いものを作り出したというわけです。本当にですね、この辺り、特に立山なんかはそうなのかなと思いますが、自然の面白さ、海の面白さ、そういったものをですね、実感することができます。さて、私やっぱりですね、こういう海に来ちゃいますと、なんかちょっとこうチャレンジ精神が働くというか、なんかですね、こうできるだけなんか進めるだけ進みたいと、沖の方に進んでみたいというような、そういった気持ちが働くことが多いので、こんな感じでですね、進めるだけ進もうとしているわけです。なんですけれども、これはちょっと無理そうですね。ここが限界点でしょうか。限界点からの景色はこんな感じ。実質あまり進めてないですけれども、いいんじゃないでしょうかね。今私が持ってるカメラもですね、濡らしてしまったらもうお釈迦なので、あんまりですね、無理はしない方がいいでしょう。ネタバレしますけれども、とは言いつつ和歌山編でまあまあ無理しましたね。さて、この沖ノ島はですね、海の景色も素晴らしいんですけれども、島の中に洞窟のようなところもありまして、そこからの景色もなかなか素晴らしいので、ちょっと海から離れてそちらの方に行ってみようかなと思います。この地層のグラデーションが本当に素晴らしいですね。やはりですね、この沖ノ島、地学の調査とかには本当にうってつけなんだなと思いましたね。やはりですね、この沖ノ島が誕生した経緯、沖ノ島が陸続きの島として誕生した経緯かが、やはりですね、先ほども紹介したように地層の隆起が原因となっておりますので、なので、その関東大震災前後でよりその地層のですね、見えやすさが変わったということになるんでしょうかね。私またなんかこうギリギリを攻めていってますね。なんですかね、この時は地層を見たかったとか、なんかそういう理由ですかね。あと単純にこうアクティビティとして楽しみたかったとか、そういう理由でしょうか。ここが限界点でしたね。なんかこういうところって結構ね、なんかしれーっとなんか危険なところにいるっていう、なんかそういうパターンが非常に多いので、なので結構ですね、観光の際は注意が必要です。ここからあれなんですね、洞窟にアクセスができたというわけですか。この洞窟もなかなかいいですね。なんか童心を思い出すような、そんな感じがしました。音響もなかなかいかにも洞窟といった感じのものになっていました。そしてこちらにちょっとこの狭い空間に入ってみることにしましたね。なんかこういうところでカフェとかやったら面白そうですけれども、さすがに狭すぎるか。ただここからの景色は抜群に良かったですね。なんかプライベート空間、そんな感じがしました。抜群にですね、この海の景色を独り占めです。ここからなんかテーブルをですね、なんか適当に拾ってアイスコーヒーとか飲めたら、非常に贅沢なカフェ空間って感じがしましたね。一緒だそうですね。なんか出入り口の違いといったところでしょうか。結構ですね、私今この時ビデオカメラを持ちながら結構注意して歩いていましたね。こんな感じですね。この辺りはもっぱら磯遊びを楽しむところといったところでしょうか。
海水浴についてはやはり向こうのですね、まあ、砂浜ゾーンがですね主にメジャーとなっているのかなと思います。そしてこのですね遊歩道といいますか、この辺りも本当に素晴らしい、なんかまるで南国の楽園っていうかな、なんかそういったところに来たかのような、そんなですねこう満たされる感じがしましたね。この沖ノ島本当に面白いですね。なかなかですね、まあ、歩きごたえっていうのはあるんですけれども、ただですねそこまで一周の距離も長くはないので、まあ、なのでこう自然の面白さというのを適度に感じつつ、そしていい運動になりつつ、潮風も浴びれつつといった、そういった感じのところなので、非常にですね、まあ、東京からはですね、まあ、隣の県とはいえ結構離れてるんですけれども、非日常的な体験としてはおすすめですね。本当にですねこの沖ノ島海水浴場はこの立山エリアの主要な海水浴場の一つとして一応数えられています。せっかくなのでですねこちらでも海水の温度チェック、もう本当にですね遊泳をするには抜群にいい、そんな感じの温度でした。こんな感じでちょっとまあちょっと降りた時になんか不安になるブレがあるんですけれども、ちゃんと降りることができまして、まもなく一周終了といったところです。こちらで一周ですね、面白い時間の使い方となりました。立山のですね非常に豊富な自然のですね資源っていうかな、そういったものを本当にダイレクトに楽しむことができ、大満足の時間を過ごすことができました。さて再び自転車に乗りまして、今度はですね渚の駅立山、こちらを目指していきます。そちらまではですね再び自転車に乗りまして移動していきますね。なんかクラブツーリズムのバスがいますね。なんかこんなところにクラブツーリズムが来るんですね。すごいアクティブなツアーですね。早速移動していきましょう。そして到着しましたのがこちらです。そうですね渚の駅立山、こちらにはですねなんと無料の水族館があります。こちらはちなみにさかなクンが監修したものになります。東京海洋大学の名誉教授さかなクンですね。さかなクンさん、さかなクン先生、さかなクン教授、まあなんか結局さかなクンが一番フィットしますね結局。そしてこちらでですねビワソフトをいただきました。ビワもですね千葉県の名産品。このビワソフト非常にですねビワ特有のすっきりとしてるんですけれども、ちゃんと香り高い甘みっていうかな、それをダイレクトに楽しむことができて、なかなか上質なソフトクリームでしたね。美味しかった。ソフトクリーム食後はですねこちらの水族館エリアを見ていこうかなと思います。こちらはですねどちらかというと水族館というよりかは魚を実際に目で見て学ぶ場所、そんな感じですね。なので夏休みの小学生とかの自由研究のいいネタにはなりそうですよね。まあ、申し訳ないんですけれども私は残念ながらスーツさんとかとは違って魚にはあまり詳しくないので、まあ、解説はですね省略させていただきます。皆さんはですねこちらの悠々と泳ぎ回る魚たちをご覧いただければと思います。こちらには非常にですね分かりやすい説明書きがありまして、さすがさかなクン監修といったものなんですけれども、ちょっと読んでみましょうか。これらの貝はですね他の貝や小魚を食べる関係でとにかく嗅覚が優れていると。まあ私どうしてもこう貝って言いますとなんかこう生き生きと活動している様子をあまり想像ができないんですけれども、こういう説明を見ると本当になんか貝にもちゃんとしたですね活発さっていうかな、こう生きるためにこう他の生物をこう必死になってこう襲っている様子、そういうのがあるっていうことをちゃんと確認することができましたね。やはり海の中はですね、私そこまで海の生物は詳しくありませんが、たくさんの不思議があります。こちらコバンザメですね。逆さまになってるけど大丈夫かな、弱ってんのかなと思いきや、こんな感じでですね吸盤がですねくっついておりまして、
これはですね、ウミガメやジンベエザメの背にくっつく際に見られるそうですね。水槽のですね、この端っこの方に今くっついているということでしょうか。こちら伊勢エビですね。さすが伊勢エビ。とにかくですね、いかつい見た目をしていますね。何かこう、王者の風格を漂わせているような、そんな感じがします。非常に余裕ですが、食うととても絶品な伊勢エビです。さて、水族館エリアを一旦抜けまして、こちらはですね、恋人の聖地としても知られています渚の駅立山の、展望デッキとなっています。他の客いないので、この景色独り占めです。この目の前にあるところがですね、また非常に景色のいいところなんですけれども、これ本当すごいですよね。ここから入っていきまして、そしてあそこまで沖の方へと出ることができると。私が先ほど全然できなかった沖の方へと進んでみたいという、そういう欲求を満たす、そういう活動を簡単に行うことができる、そういったところになっています。ただここからのデッキの景色も抜群にいいですね、まあ、残念ながらこの時はちょっと逆光がすごかったんですけれども、夕日は本当に綺麗ですね。こんな感じの景色だそうです。一応ですね、夕日の名所だけありまして、日の入りの時間を事細かに教えてくれます。非常に親切ですね。さて、こちらはですね、さかなクンギャラリーが常設展示しております博物館の方のエリアです。こちらもですね、入園料は無料となっています。あ、ちなみに先ほどのエリアも無料ですよ。こちらはですね、さかなクンが監修をしておりまして、さかなクンのあのイラストなども入れまして、一応ですね、入館するとこういうですね、お土産をくれたりと、なかなかですね、学びどころも多く、かつ収穫も多いような、そんなエリアとなっております。中身の紹介は省略させていただきます。実際にですね、立山に行きまして、ご自分の目でご確認いただけると幸いです。なかなかいいものですね。あ、こちらのマンホールと同じデザインのものだということに気がつきました。さて、このですね、立山の自然などをですね、大満喫した後に、私はですね、まもなく立山駅に戻ってまいりました。非常にですね、レンタサイクル楽しいものになりましたね。潮風を感じながらのサイクリングになりましたので、本当に気持ちがいいんですよね。夕方の4時半ぐらいまでサイクリングを行っていました。余談ですが、この年2022年は立山駅開業100周年だったそうです。やはりですね、日本縦断旅行、しかも今回は公共交通手段を用いた旅行なので、こういったメモリアルイヤーみたいな、そういうイベントにたくさん出会うことができましたね。この後私は4時38分の木更津行きの内房線に乗車していきます。こちらの案内にあるように、君津駅で総武線経由の快速列車に乗り換えまして、そしてですね、蘇我方面、そして蘇我からですね、京葉線に乗車しまして、舞浜に至ります。そうですね、この後私は東京ディズニーリゾートにちょっとだけ寄り道していこうかなと思います。やってくる列車を待ちます。こちらですね、内房線の木更津行き。木更津まではですね、結構所要時間は長いです。ロングシートなんですけれども、座席はたくさん空いていそうなので、とっとと腰掛けてゆったりしていこうかなと思います。車窓はですね、やはり内房線のこの素晴らしいところの一つであります海の景色、それをですね、ちょっと遠くに眺めていますと、あっという間に海の景色は離れ、今度は山の景色です。私なんか立ってますね、この時は。もう休みは十分取れたのかな。こういうですね、景色の移り変わりっていうのがですね、都心にあります、非常に多くの方々を乗せる通勤路線とかとは異なる点なのかなと思います。しばらく乗車しまして、私は君津の駅に到着しました。この君津駅で快速列車に乗り換えまして、蘇我駅を目指していきます。こちらですね、簡単に乗り換えることができます。対面乗り換えですね。車窓には夕日です。できれば立山で夕日を見たかったんですけれども、この日は東京ディズニーリゾートにも行きたかったし、なんならこの日の夜は目的地は東京駅ですので、
まあ、先を急いでいこうかなと思います。ただですね、こういう車窓から眺める夕日もなかなかいいものですよね。さて、しばらく乗車していきますと、もう間もなく蘇我といったところでしょうか。蘇我に到着です。ここからはですね、向こうにあります東京ベイラインではなくて京葉線に乗り換えていきます。東京ベイラインは開業時の名前ですね。あの小泉京子さんが CM されてましたね。なぜか京葉線よりも前に東京ベイラインという名前が急に出てきたので思わず言ってしまいましたが、まあ、全然そんな世代じゃないんですけどね。こちらのですね、ディズニーキャスト募集のこちらの広告を見えるあたり、本当にですね、京葉線に乗れたんだなと実感しております。舞浜まで来ちゃいますと、なんかもうあれですね、日本縦断旅、本当にもうなんかホームグラウンドっていうかな、のエリアまでやってきたんだなと実感しております。私もこの東京ディズニーリゾート大好きですので、なんかやはりですね、こういう長い旅行において親しみのある場所、行き慣れた場所に来た時ほど安心感は大きいものです。さて、なぜかですね、この京王線乗客は少なかったんですけれども、まあ、その分快適でしたね。舞浜駅に到着です。到着時刻はだいたい夜の7時ちょっと前ぐらい、まあ、本日はですね、主にやることといたしましては、イクスピアリにありますサイゼリアで、ちょっとですね、晩ご飯をいただきまして、そしてですね、マネキンでイクスピアリ店限定のワッフルを食し、そしてですね、ディズニーの花火を見て、そして撤収するという、まあ、そこまでやることは多くはないんですけれども、ただですね、ディズニーらしさというのは感じれるんじゃないかなと思います。そんな感じのルートとなっています。小さな世界が流れまして、そしてですね、舞浜駅に到着です。ジッパディドゥダーと小さな世界、こちらが流れますと、やはり舞浜駅に着いたんだなと気持ちが高揚するものです。この時はですね、リーナベルが登場したんだ、9月8日だからのタイミングでしたね。舞浜駅、日本縦断旅行の寄り道として来るっていう、そういうパターンはもう当然私の人生でも初めてだったので、なんかすごく新しい感じがしました。もっぱらですね、もうこの時間はもう帰宅される方の方が明らかに多かったような舞浜駅でしたね。さて、このですね、舞浜駅の駅舎といいますか、改札を降りまして、こちらにですね、サイゼリアがあります。余談ですが、最近イクスピアリにはマクドナルドですとか、まあ、あとはこれは前からあるんですけれども、うどんのお店とか、意外とですね、安く晩ご飯を食べることができるような、そういったお店も増えました。サーティワンで来たのもありがたいですよね。さて、こちらがですね、イクスピアリ店限定のマネキンのワッフル、プレミアムバター味となっております。早速ですね、オーダーしまして、こちらがプレミアムバター味のワッフルでございます。これ本当美味しいんですよね。バターのいい香りがダイレクトに香るというようなものでして、口に入れてもなおそのバターのですね、こう鼻に抜けるような、そういったですね、芳醇な香りがしてきます。あと単純に表面がカリカリで中もちもち、本当に美味しいです。断面はこんな感じですね。本当におすすめのメニューなので、皆さんもぜひよければ。さて、一応ですね、このディズニーストアをこの位置に眺められる位置、ここがですね、ディズニーの花火をですね、イクスピアリで見る場合の特等席となっております。20時半からの花火、こちらをですね、このイクスピアリから見ることにします。まあ、イクスピアリからですと無料で見ることができますからね。まあ、残念ながらディズニーの音楽を聴くことはできないんですけれども、まあ、ただ花火をですね、よく楽しむことができるというわけです。まあ、先日ですね、私なんかですね、あの青春18切符の旅で山口県をですね、電車で乗っていましたら、偶然花火を見かけられたみたいな、そういう話をしましたね。花火大会っていうのは本当に夏の風物詩で、人々にとっての本当に年の数少ない回数のお楽しみというような、そういったものなんですけれども、はちょっと違う話になってきまして、花火はですね、毎日楽しめるもの、まあ
やっていないタイミングもあるんですけれども、そういうものになっていますね。なかなか贅沢なところだなと思っております。20時29分、まもなく花火がスタートです。そしていよいよ20時30分を迎えました。花火スタートです。ここからはですね、しばらく私のナレーション抜きでお楽しみください。旅の締めに花火、
これ以上ない締め方ですね。最高でした。さて舞浜駅からはですね、こちらの京王線に再び乗りまして東京駅を目指していきます。本日の目的地は東京駅ですので、こちらのですね京王線に乗りまして、さっさと移動してしまうというわけですね。快速列車に乗りました。快速列車なので新木場、そして八丁堀、そして東京都、本当にさっさと東京まで至ることができます。多くのですね東京ディズニーランド、もしくはシーのですね、楽しんできたであろう方々と一緒に私は東京駅に到着です。本当にですねたくさんの東京ディズニーリゾートのお土産袋が見えましたね。たくさんの一日の思い出を載せました。こちらの京王線東京駅に到着です。さて本日はですねこの東京駅で一旦行程は終了となります。やはりですね今回の長旅だからこそこういうですねいつもの東京駅、いつもの場所に帰ってこれた時はですね本当に安心感が半端ないですね。この見慣れた光景、素晴らしい建築、私のいつもの景色です。この後私はですね某所にあります自宅まで帰りました。本日の宿泊費につきましてはこの後説明をさせていただきます。はい、ということで本日の行程は終了でございます。一応ですね、なんとか某所にあります自宅に戻ってくることができました。いやー、さっきはですね一応イクスピアリからディズニーのなんだっけライト・ザ・ナイトだったっけな、もうちょっと忘れちゃったんですけれども、ちょっと花火をですね、見ることができまして、非常にですね良かったですね。あの花火は一応ですね、やはりパークから見ることが私多いんですけれども、今回はですね初めてイクスピアリから見まして、いやなんか今回のですねまず北海道東日本パスのですねパート、これ2回目ですけれども、それがですねいい感じに締まったなというふうに思いましたね。さて一応ですね本日は東京駅までで行程は終了でございます。ここ全然東京駅からは離れたところなんですけれども、でですね明日なんですけれども、明日っていうか次の行程なんですけれども、一応予定だと東京観光をしていく予定にはなってますね。で一応言っておくと私本日一応2022年の9月の11日なんですけれども、明日からはですね一応なんか授業が入るかもしれないので、なので明日もそのまま東京観光できるかは、ちょっと明日の朝になって判断することにしようかなというふうに思いますね。でその場合はですね明日というか次の日はですね東京駅から再開とさせていただきます。で本日はですね一応自宅に泊まるんですけれども、自宅に宿泊する際のですね宿泊料金については、自宅はですね当然私別で家賃払ってますので、0円でございまして、でその代わり本日のですね、最終行程の終了でありました東京駅からここまでの、往復の分ですね、要は明日というか次の日に、東京駅からまた再開するので、これはですね具体的には言えないんですけれども、少なくとも500円以内には収まるということで、今回はてか今後もなんですけれども、自宅に泊まった日の宿泊料金は500円とさせていただきます。さて、とりあえずですね、そうですね、そういや今日の出費もまとめておきましょうかね。一応こちらです。本日は4590円。その割にはかなり楽しい一日でしたね。なんかそんなにお金をケチった感じもしないですし、割と要点を絞って上手にお金を使うことができたのではないかなというふうに思いますね。というわけで北海道&東日本パスのですね旅のパートですね、一応北海道の稚内をスタートした時もこのパスを使いましたし、そして本日まで一応千葉県を本日は回りましたけれども、ここまでですね、で2回にわたる北海道&東日本パスの旅のパートは終了でございます。一応ですね明日明後日というか次の日とさらにその次の日は、東京近郊を回りまして、いよいよですね、もう私は実はもうすでに神奈川以降のスケジュールはもうすでに終わってるんですけれども、一応ご視聴いただく皆様からすれば、
その後ですね、神奈川から先、静岡ですとか愛知などもですね、一応旅行してまいりますので、そちらもですね見ていただけると幸いです。まあ、とりあえず今日は私はもうとっとと休憩しようかなと思いますね。それではお疲れ様でした。